はい、お疲れ様です。お疲れ様です。何て呼ばれたか分かってるかな。分かってるか。何て呼ばれたか分かってるか。いえ、何で分からんねん、これ。まあ、今じゃ一回の兵隊だけど、キラリーマンだけど、元ナンバーツーの井村が俺でお前を呼び出したというか、どういう話か分かるか。いい話か悪い話かどっちだと思う。悪い話です。カメラ回し、はい、大体カメラ回ると悪い話ってことは、それが想像つくだろう、元カメラマンとして。はい、今日何の話かっていうと、はい、ね、君17配信してないよね。はい。はいじゃねえってよ、お前。なんでよ。自分が頑張るって、3ヶ月は頑張るか、なんか6ヶ月は頑張るか、チャンネル登録1000までは頑張るって、なんか言ってしゃべったんじゃない。そうですね。はい、はい、顔出しするぞ、こら。どういうことだ。なんでや。それによっちゃお前元ナンバー2と、お前俺でお前制裁食らわせるぞ。最近制裁食らってるやついっぱいだろ。はい、は答えろよ。やってません。答えなさいよ。なんでやってないかだよ。だから知ってるよ。答えるの知ってるよ。聞いてるよ。情報入ってるよ。答えなさいよって言ってるの。なんでやってないかを。お前もらっちゃう。お前怒っとるんだよ、お前。お前が答えなさいよ、あなたも。何やりますか。あんまり関係ない。違う話で喋っとって。はい。違うんだから今ちょっと。まあ頑張っとる。昨日今日休みだったよ、カレンダー。はい。で、別件電話があって、あいつに。むっくりずんぐ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 り。いや今新宿にいますとか言って。えっ、どんなお前って言ったら、いやなんかそのスカウト関係、はい、と17の事務所紹介してもらえるって言って。お前の行動力は見習えよ。お前そこは見えやとか言って。じゃあ俺が明日から神奈川なんだね。あ、そうか。こうなったらお前今日にしちゃ俺もその話も聞けたし、はい、なんたら今日一緒に泊まっても別にね、あいつ泊まったらいろんなとこ行けるし、はい、紹介もできるし、あいつのまだブレーも消化してもらえるし、うん、今日夜飲めよかったやってな、知り合いとかと、はい、家よかったわよって言って。いつ帰ったのお前って言ったら、昨日夜から行きました、深夜バスで行きました。いや会社の経費ももったいないからって、3000円で。すごいっすね。えらいな。すごいっすね。お前も怒ったろ、お前。ほんとは一夜でもないよ、お前。抜け越しもやめやがって、この野郎。話しなさいよって言ってんの。はい、溢れてっちゃったけど、話が。え、いや、もうちょっとだんだんやる気が。やる気なんかねえだよ、お前。じゃあ話しなさいよ。なんかいいかげんなもう。なかなかあのおとなしいけどいいこと言うてな。いや、だからその、ね、なんで急にやる気なくなったの。最初やりますって言ってやる気、まあ、そこそこあったわけでしょ。まあ、はい、雑談系だったんで、なんか特に雑談系って、あ、話すだけみたいな。ああ、一応カメラに向かって一人でしゃべらなかったもんな。あ、そうですね。いや、辛いよな、それ。俺無理よ。ずっとやってたら、いつもだってお前歌っとるじゃん、こうやってやりながら。パソコンに向かって。カメラマンの時は俺だろう。はい、とかなんか本当に存在感出薄いじゃん。それは俺さ、後ろでなんかちょっと仕事とかも聞いてとかいじっとるじゃん。ふんふんふん、聞こえてくる。音楽があるんで、パーってやったら、運転しながら、やってるよ、お前な。ちょ、まんまやってるよ、これ、ハンドル。何や、ハンドルよ、あ、リズムの音だね。花のように、花のように、花のように。何の歌やってるな。聞いたことない。リラが、誰か。オレンジエッジです。オレンジエッジ歌ってたよ、お前な。ケンタとオレンジエッジ気づいたら。ほんで、なんでね、やる気あったのに、なくなるもんね、それはみんな。そうですね。うまくいかないからだろ。はい。どうやって1年、1年間うまくいかなかったの。チャンネル登録1000人のまで1年ぐらいかかったんちゃう、うん、その間、どんだけ人道に叩かれた、お前、営業どもに、お前らに。社長は何をやったんだ、あいて。なあ、あの時一番アレイかあったよな、俺。そうです。お前も思ったやろ。どんどん、何やってっていいかというか、もう、
話すこともないし、うん、瞑想しちゃったもういいかな瞑想って漢字の方瞑想だろ瞑想ってお前考えろだろ瞑想しじゃあ瞑想動画みたいなのあるの YouTube でそうなんですか何十時間もずっとこうやってライブでやってるらしいライブ YouTube はそんなピクとかの新聞で手伸びてるらしいちょっと誰が見るか何を見てるんですかそれは見てる人はそうそうライブ配信しよう音楽かけときゃいいじゃんそのうち乗ってくるだろそうそうお前ミュージック系やるとか言ってさ機材もあるじゃんあそうですなんでちょっと歌配信チラッとやってみようかなとは思ってるとこですお思ってる何やめようなのかちょっとやろうかそっちをやろうなのかどっちだろういやちょびっとだけちょっと一回かじってみようかなって思うやつはいっぱいあるからこうしたらよかったら僕あれ前から考えてたんですよねとか俺こういうの絶対当たると思ってたんですよねとかあ何を思っとるってお前結果出てからよ人みたいなそう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 こういうのいいんですよね株とか上がると思ってたんですよねあそんなみんな思ってるよってじゃなくてそれ100人1人しか行動できないからやっぱ成功者も、ね、100人やってたら多分当たってないからね、はい、やめるからはっきり決めろよこれやめるからやめていいと思うんだわ、はい、でやるって言ってるのにやらないのが一番よくないのそうですねちょっとやるだけやってみたいの、はい、じゃあちょっと一旦 やるだけやってみますいい、はい、おいいじゃんあの機材持ってけよある、はい、あるだろどこにあるか分からんのあ安井さんに置いてあるって言ってたんでうんいつ聞いたのそれちょっと前ですねお前365日しかねえだろ1年ははいビコッ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 確実にビコッビコッまあ、はい、365日しかないでしょそうですねランタン1ヶ月で31日よ12で割ったら、はい、30.0.830.8 ゼロいらんかったゼロ分かったかっこいい感じいったかちょっと頭いい人っぽく言おうかなって感じだな30.8 でも音楽好きでしょはい、 いやそれちょっとやってみたいなんか開花しそうじゃんいや音楽はいいよなで歌うまい下手じゃないからねやっぱ聞きたいのってやっぱ頑張ってる姿とかさ、はいまあ、そういうところだからさ別にお前ギターもやってんじゃないの練習してやってないですなんか言ってなかったら誰かギター練習してるとかギターの練習とかずっと映しちゃってもいいじゃんそういうのいいらしいよひたすらどんどん上手くなるやつそれなんか俺の知り合いの女の子がやっとった話で、はい、でどんどん上手くなるひたすら顔を出さずに勉強をずっとしてたんで、はい、でたまにコメント上がってピッて見てもう自分の顔映せないから、はい、でやっぱ頑張ってるっていう姿をずっと載せとっただけで何十万ちょっとやつきへえー、すごいだってさ大学一緒の境遇の人って多いじゃんそういうの見て勇気になるんじゃないの、うん、だってそんなにベラベラ喋らなくても横で自分勉強した時にチラッと見てあこの子頑張ってると思って頑張る人たちが見てたのかな好きなことを、うん、やってみようってなったらいいんじゃない嫌なこと やらされるよりはいや違うんだよこいつは何って何が悩みなんだよ好きなことがないのが悩みだからこいつはそうこの間言ってたもんね違うよそんなもんでしょって俺もないもん別に俺もないじゃあやめないのお前ちょっととりあえずやってみてまた判断したいと思いますいやでもちょっとぐらいで諦めるなよはいなんか一個掴むといいと思うんですけどねそうそうそうなんか一個小さな成功みたいなのがあるとそう本当に仕事ってそうそれでやり続けりゃいいからうーん俺も YouTube1 年だけでやっぱ1個か2個本当に使ってでもそれやり続けたから最初は本当バカみたいな社員紹介とか言ったもんな、うん、こうみんな座ってましたもん1人ずつさ、はいインタビューとかさ、ハッピー来てさやってますよやっとだろう、はい、でもなんか一個引っかかった持ちネタじゃないけどはい、うん、使うと思うけどなその経験がやっぱ人は成長だと思うから、うん、じゃあやってみるかなはい次じゃないぞお前あ、もう次はもういいですいいじゃん、いいの俺完全に17やりますみたいなサムネ想像したもんねなまさかの展開まさかの展開だな何十名前でやってんの緑塗り替え道場とかそういう言葉入ってないの検索で出てくるのプロフィールには塗り替え道場出てくるの塗り替え道場のっていうのは入ってる緑で検索したら出てくるの誰面かぶっとんのあのサングラスしてました顔なししやんよいやっていうかこれ横顔とかにしやんよ
ていうかそういう風にしたら誰かに出てもらうとか掛け合いができんとやっぱ偉いよな。そうですね、うん、まあじゃあやってみようか。まあまあ、あ、いい名前だったね。はい、ね、まさかやると思うまた、はい、まあ自分に対してもまたプレッシャーかけたりね。はい、じゃあ今日以上。こんな緑はこれからまた一段配信、ね、やってきますって言ってるんで、ぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします。あと別件ですけど2月の6日から足場屋さんで、まあ、あの一人方も参加 OK で、まあ、企業さん大きいところも小さいところもみんな集まってくれて、今もう結構集まってんだろう。10社、うん、10社集まってますので、ぜひあの参加していただいて、まあ、ちょっと会費1万円だけどちょっと高いけど、まあ、ご飯とお酒出てで、まあ、社員もみんな呼ぶん で会場も取って結構綺麗なところ借りてますので、ぜひ参加の方よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てー。もう手ぐらい不安が